はい、おはようございます。ラスカルでございます。今日はですね、とにかく甘いものが食べたいと、なんかね、もう朝起きた時にめっちゃ甘いもの食べたかったんですよ。まあ今日ね、撮影することは決まってたんで、もうその感じだったから、速攻甘いもの買いに行こうと思って、本日はね、ちょっと大量にミスタードーナツさんを買ってまいりました。はいと、これね、買い込みすぎた気がする。ちょっとね、ま。なので、甘いもんだけではなくて、ちょっとね、しょっぱいもんなんかも用意しましたんで、本日はね、この甘いものとしょっぱいもののコラボレーションで、最強のね、無限ループでご飯食べていこうと思います。いやね、朝買い出しに行って、まだ今日何にも食べてないんで、めちゃめちゃ空腹でございます。まあね、この空腹だったら、このしょっぱいもの、甘いものでね、この無限に絶対に食い切れると思いますんで、早速ね、このミスタードーナツを並べて準備していこうと思います。ということで、本日のね、商品すべて出揃いました。めちゃくちゃうまそうな見た目でございます。もうね、部屋の中の匂いが甘いとしょっぱいで混在してて、やばいお腹が、もうね、ギュルギュル言ってるんで、ちょっともうこれ早速食べ進めていきたいと思います。いただきます。そしたらちょっと、ごめんなさい。これね、メインミストっぽいんだけど、今日ね、何にも食べてないから、一回このしょっぱいもん言っていいですか。今回用意したのこちらのカツ丼でございます。でこれカツと、うまっ、うん、やべえ、うん、やっぱりさ、普段は撮影外であんまり食べないようにしてるんで、これね、ロースカツ丼とかなかなか食べる機会なんですけど、やっぱりね、このカツ丼ってもう糖質と脂質のもうダブルパンチの最強にデブ飯だと思ってて、これはね、やっぱね、空腹の時にはめちゃめちゃいいわ。うますぎる。そしたらちょっと食べていこうか。で、今回ごめんなさい、よくね、メニュー名分かってない。適当に買ってきたんですけど、まあ、これはさすがに分かるな。これ、ポンデリングでございますね。うん。甘いのが染みるな、これ。うわ、めちゃくちゃうまい。笑けてくる。うわ、やっぱミスドってうめえな。やっぱドーナツ屋さんでダントツで好きな気がする。めちゃめちゃうまい。ちょっとこれフレンチクルーラー、あー軽い、うまい、うん。これだったら今日無限ですね。絶対いけるわ、余裕でいける。ちょっとこれカスタードクリームも中割っちゃおうか。これこのカスタードクリームいっぱい入ってる感じ。うーわ、うん、うまっ、甘くてうまっ、うん。でここにしょっぱいもん流し込むとうん、今ね、このカツ丼に一気に甘みが足されて、すき焼き丼みたいになった。めっちゃうまい。ちょっとね、これ、唐揚げも頼んでるんですよ。これ、唐揚げ、いい感じっすね。魅力的だ。この音よ。うん、衣サクサクでうまっ。こうか、なんだっけこれ、ハニーなんちゃらみたいな、ファッションみたいなやつですねこれ。うん、うまっ。うん、やっぱ普通のオールドファッションとかは結構ね、美味しいし好きなんだけど、
水分持ってかれるじゃないですか。こうね、蜜っていうかハニーがかかってるから、その分ねちょっとしっとりしてて、これはねやっぱ単体で食べるとものすごくね、普通のオールドファッションよりも食べやすいと思う。うん、あーこれ無限に食えるかも。これは何だっけ、これですね。甘うま、甘っ。うん、ちょっとこれ水分補給しないとやばいっすね。あー水うめ。そしてちょっとね、画面にずっと見切れてたと思うんですけど、これね生クリーム自宅で作りました。でさらに甘さを増していきましょう。いいよ。うん、すっごっ、うん、これハニーディップかな、これにもちょっと、もうねほぼ生クリームっすわこれ。贅沢すぎる食い方してるなこれ。これ怒られそうだな。うん、ただやっぱり元の本体が甘いから、生クリーム結構砂糖入れたつもりなんですけど、むしろ甘さ控えめに感じる。これまだ半分ぐらいしかいってないけど大丈夫かな。まだ折り返しなんだよな。ちょっと不安になってきたぞ。ついでにこれちょっとチョコ系いきましょう。これ名前がね全くわかんないや。ほろ苦くてチョコってか、あのショコラ系。うまっ。これはクリーム絶対あるでしょ。これ生クリームと合わせると一気にお口の中で、なんだろう、ガトーショコラっていうか生チョコみたいな。これめっちゃ生クリーム合うな。うん、甘さきつ。うん、いやこういうのは勢いが大事だ。勢いが一回立ち止まったらもうやばい。でも前動画でミスドも30個ぐらいやった気がして、それも普通に完食したはずなんだけど、きつさが年々増してる気がする。これ年取ったってことなのかな。なんか糖分過多になってくると寒気してきたり鼻水出てきたりしません？今マジでそれ、鼻がやばくなってきた。もうここまでですよっていうサインなのかな。これはやっぱ食べたいと思って買いに行っちゃうと、想像以上にというか自分のポテンシャル以上に買っちゃうんだよね。ちょっとここでしょっぱいドーナツ行こうかな。これね昔からありますよね。ちょっとこぼれるから見せにくいんだけど、あのエビグラタンパイってやつ。これ前回ミスドで大食いみたいな企画やった時もこのエビグラタンパイで相当助けられた気がする。洋風のしょっぱいの、うんま。うん、待って、めっちゃうまい。うん、やっぱりね普通の人がこういうのやると味変1個でねお腹いっぱいになっちゃって他のことできないじゃないですか。でも僕ら大食いはこの後もね第2陣3陣と味変楽しめるお腹はあるんで、ちょっとね先にこれカツ丼を食べちゃいます。うん、うん、うん。ということで今ねもうカツ丼食べ終わりました。次のね味変アイテムを持ってきますんで少々お待ちいただければと思います。はい、腹いっぺー。
ということで、ただいまね、第2陣の味変アイテム用意いたしました。天下一品さんのカップラーメンでございます。やっぱりね、ラーメンが食べたくなった。どうしても。これはうますぎるだろう。だいぶ回復したかも、今の一口で。うまいな。やっぱりカツ丼とかって結構お砂糖とかも使われてるから、なんかね、だんだんそれすらも甘くなってきたんだけど、ラーメンは最高でございますね。そしたら続いてこちらですね。よっ。春限定商品らしいんですけど、これポンデリングにきな粉あえたようなやつですね。うん、うまっ。これちょっと生地が違う。噛んだところでちょっと申し訳ないんですけど、これ見えるかな？ちょっとね、見えにくいんだけど、中の生地がピンクになってて、これ生地が桜餅かも。うん、めちゃうまっ。あ、ちょっといいな。このアクセントいい。甘いもんの中にもアクセントがあったぞ。これちょっとドーナツを食べて、これスープを飲むと、あ、うん。あ、うん。合わないわ、一緒は。あ、ちょっと寒気する。合わな。したら続いてこれいってみましょうか。これもね、春限定の商品っぽいです。うん、これ上に乗ってるチョコはなんだろう、ラズベリーとかかな。なんかほんのり酸味があって、重すぎないね。味はね、めちゃめちゃ美味しい。うん、うん、うん。本当に皆さんごめん。もうちょっと甘いもんギブアップかもしれない。絶対に食い切れると思いますんで、だんだんね、喉を通んなくなってきました。うん。もうね、血糖値がめちゃめちゃ爆上がりしてて、話すこととか何も今思い浮かばないのよ。終わったら速攻お昼寝したい。今ね、こんな感じでカップ麺も完食いたしました。甘いものドーナツ、1,2,3,4,5,6個残ってしまったんですけど、本日はこの辺りでごちそうさまでしたと。はい、ということで、本日はね、まあドーナツ、ミスタードーナツさんですね。もう好きなだけ買ってきて、しょっぱいものと合わせてね、食べてきたんですけれども、やっぱりね、甘いのはきついね。今ね、こうやって撮影回してるんですけど、もう全然ね、頭が回らないんですよ。今日はね、この辺りで幸せに終了したいと思います。まあ家族分にはもちろん余分に買ってきてはいるんですけれども、この残ったドーナツも一緒にね、家でちょっと楽しんでいこうと思います。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価、お願いいたします。じゃあね。